おやじのコメントしとこうね。残しとこう、コメント、コメントしよう、コメントしよう、第2ボタン、第2ボタン、あれ、また同じこと書こうとしてる。みんなさ、やばいやばい、みんなマジでさ、ボタン上げなかったの？え、何その、え、なに、急に急になんか一気にマウント普通上げますよねみたいな、そういう感じですか？は、おめ、あ、なんでもごめん、なんでもない、なんでもない、ボタンの話やめない？僕ちょっと多分ね、ボタンの話するの苦手なんだよね、なんか、あ、わかるわかる、いや俺もやっぱ渡せなかったからでしょ、歯がゆいよね、やっぱボタンの話はちょっと嫌だな。コメントしに行くか、行こうぜ行こうぜ。リーヌなんてバレンタインのチョコ1000個もらったって言ってたんや。やばスウェット、お前盛りすぎだろ1000個は。盛りだしで何か100だっけ、100だっけ、あれ何だっけ、あれ8000個ね、8000個、8000個も負けた、負けたじゃない、負けたよ。あれ佐藤くんなんか縮んだ、え、あれ、ちっちゃい、やばいやばいやばい、バカ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 、なんかめっちゃ縮んでんだけど、気づいたら、どうしたどうしたどうしたみたいになってる、どうしたどうした、コメントコメントしようと思ってスクロールしたら、なんか一瞬縮んでたわ、俺もびっくりした、今食べちゃおうかと思ったもん、ちっちゃいから、まずびっくりしちゃったやん。いい曲だな、なんてコメントしようかな、なんでする、俺もしちゃったわ、は、はなんか早ライングやん、みんなでも見つけてくれてない、見つけてよみんな、僕もコメントしよう、俺もしよう、待ってください、今コメント欄でさとみくんボタンなくなっとったやんっていう、え、えぐ、そんなこと言う人いた、そんなこと言う、えぐ、でもさとみくんあれだよね、結構制服とか改造するタイプだったから、してねえよ別に。まあ確かに、うん、いやでもちょっとパーカー内側に着てたね、学ランで上パーカー内側に流行ってたのよ、ちょっと着崩してたけど、でも君ら学ランじゃないでしょ、だってスウェットだね、だからね、スウェットは何なんだよお前、それ 学校なんか、それは本当にスウェットってどういうことなんだ、スウェットってさっきから気になってたけど、コロちゃんも着ぐるみで通ったら、僕も着ぐるみだからね、言ってたんだよお前ら、着ぐるみ、そう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 、ルート君はあのパンイチで通ってたらしい、あー分かる、想像できるわ、なんかうちの制服パンイチだったから、パンイチのルートマジで想像できるわ、本当にやめて、なんか、うん、もうやだやだ、もうパンイチはパンイチだけはちょっとやっぱやだ、僕の学校ブレザーだった、あー、ね、うん、ブレザー、ね、僕学ランだったな、俺たちも踏んでるわ、ブレザーも、あと着ぐるみ、どっちも踏んでんだ、うん、どっちも踏んでる、あ、コロちゃんプーさんの着ぐるみですかって言われてよ、普通にね、いや本体やんそれあれだったね、本体って言うのやめろ、あー隣のクラスはあれだったね、何何、隣のクラスはあのネバール君だった、ネバール君、よくお前ネバール君出てきたな、お前同じクラスがセント君やった、セント君、ネバール君って何なの、そうなんだ、ネバール君とセント君だったね、ネバール君これね、そう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 、着ぐるみの学校だったんだね、やめろ、なんかネバール君とセント君が着ぐるみみたいな、違う違う違う、マスコットだから、やばい、違う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 、あの子たちキャラクターだから、違う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 、あ、そうですよね、すいません、そうキャラクターはキャラクターでね入学してて、着ぐるみ派は着ぐるみ派で入学してるから、あのどうしたのルート君、何何何、コメントしませんか、え、いやもうしてるのよ、してるの、え、もうしたの、そうだよ、メールしてコラボして俺もしたって言ったよ、もそう、あれ、ごめんなさい、すみません、僕コメントしました、先生の話、僕も見つけてください、ごめんなさい、先生の話、聞いてたか、ごめんなさい、みんな見つけてくれた、みんな見つけてちょうだいね、後で見つけてくれましたか、あ、見つけてくれた、みんなもコメントしてね、よろしくね、よろしくお願いします、卒業ソングということで、卒業生の皆さんもおめでとうございます、おめでとうございます、おめでとう、え、ちょっと好きなポイントは、好きなポイント、おすすめポイント、なあ、コロン、コロンの好きなポイント俺知ってるよ、もう、え、なになになに、どれ、いやだってあれでしょ、あそこでしょ、大サビの、え、ありがとう、でしょ、最後の言ってたやん、ねえ、もっと綺麗だから、ちゃんとパパパパパパえ、ドラえもん出てきてるって、ありがとう、ありがとう、ということで皆さん最高の宝物もたくさん聞いてください、いっぱい聞いてください、いっぱい聞いてくれ、これはラッサビ前のちょっとあの落ち着くところからのラッサビの流れがとても好きです、あそこね、僕もね、僕もタイトルが好き、最高の項が最高の文字もね、ちょっと特殊な文字だよね、もうタイトルからおすすめです、いいよな、良すぎ侍です、これ、良すぎ侍、これ良すぎた侍、良すぎ侍良すぎ侍です、ギリッつってね。
はいってことです。はい、生放送のタイトル見えますかこれ。はい、録画は残しません。あ、そこね、そこ、まあ、そこ、まあまあまあ大事なのかな。神企画。違う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 、うん、一番最後のやつなの多分。言ってるのはリーヌくん言ってんの。ストプリ。うん。違う違う違う、そこじゃない、最後すぎる。違う違う違う、そこじゃない、そこじゃない。そこじゃない。びっくりはてな、てんてんてん。いや、お前逆にすごいな、お前その、かわす力が。あここかあ、あそこ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 。嬉しいお知らせ。そこだ。そうでございますよ。そうなんです。今日なんと俺たちから嬉しいお知らせがあるぞー。イエーイ。なんだお話し会もなくて、2日間も与えてしまったか。ライブないよね。与えちゃったんだね。なるほど。ということは、ということは、来週3月11日から24時間リレー生放送が開催決定だ。やったー。久しぶり。いや久しぶりだよ。久しぶりよ。土日ずっとライブだったからさ。ね。そうなの、できなかったけど久しぶりにできて嬉しいわ。嬉しいね。2ヶ月くらい久々だよ本当に。そうだね、確かに今年入ってこれで2回目なのかな。そうだよ。いや、そうだよね。はいはいはい、うん、めっちゃ久しぶりだ。嬉しい、ね、いや、リレー放送、ね、リレー生放送やってきた。来た来た。ね、ライブとかに来れてなくて寂しい子もいると思いますので、この24時間を終えた人過ごしてね、はい、もう最高の思い出、うん、作っちゃいましょうよ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そんな来週にはなんとお知らせも。お知らせ。とぐから始まる。なんだろう。ぐから始まる。ぐ。ちょっとわかんない。わかんない。ぐから。なんだろう。まあ、詳しくは24時間リレー生放送を楽しみに。お楽しみ、お楽しみということでね、もうね、アリーナツアーも折り返しですよ。はい、はい、あとは広島、埼玉、名古屋、大阪、北海道ということで、もうね、はい、折り返し、まだまだこれから先も頑張っていきましょう。頑張ろう、最後まで全力でいこう。うん、なんか始まったばっかりの頃はさ、うん、あの44公演あるから、うんうんうん、いやめちゃめちゃ長いねなんて思ってたけれど、うん、気づいたら半分だ本当に。ねえ本当に。確かに、ね、どういうこと、うん、あっという間やな。でもこの3ヶ月がすごい、でも思い出も詰まった3ヶ月になってるなと思うね。うん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 、うん、確かに。そうだよね。いやもうこれも最高の宝物ですね。あ、うまいこと言いましたね。ということで皆さん、あの1時間前に投稿されたですね、あの最高の宝物ね、これぜひともよろしくお願いしますね。うまいことでしたね。2時間前のぜひともよろしくお願いいたします。俺たちね、あのライブももちろん頑張っておりますが、普段のね YouTube、うん、動画とか放送も頑張っておりますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。